です。どうも、アクションだな。タイムシェフアーヤピーターパン。今回の皆さん、山手線一周したらコンビニ何店舗あるの。はい、今回は気合い企画です。リーダーのもう一方通行、はい、押し切り企画。はい、もうあの熱量企画ですね。今回なんですけども、皆さん山手線ありますよね。はい、これが全部で肌ペコあなたのヒーローだ。山手線全部で30駅あるんですけども、はい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 、こちら一周するのに距離が、はい、およそ40キロ。おほ、これ電車の距離だよ一応。まあそうかな、そうじゃねえよ。そうだねってなるとちょっとまあ前後する可能性ある。40キロどんなもんすか。君が引退する前に決まってた松戸からアクレアハウスまでを2回。あ、往復往復ハーフかね。まあ40キロって普通に1日かかる距離なんですけども、まあ、この間にコンビニエンスストア、セブン、ファミマ、ローソン、個人経営コンビニ含む全部のコンビニ寄ります。つまり名古屋客だよな。そう、名古屋 の、 あの徒歩バージョン。そう思ったらいくし。そうでいく。しかも都心なんで、まあ、コンビニの数ってやはり多いです。まあ確かにね。でコンビニ何食べてもいいです。はいはい。ただ、まあ、同じものは禁止してください。ああ。1店舗につき1個でいいです。4人で。はい、お1人1個だとちょっと想像つかないね。相当あると思うから、はい、で今回ちょっとゲーム要素として、はい、5店舗ごとにジャンル決めのルーレットを回します。はいはい、まあ、弁当とかアイスとかあるんですけど、まあ、その時になったら発表します。逃げれないパターンだ。出たやつを食べるっていう。で4人で頑張って一周しようっていう企画です。あー、予想何店舗。50。 50? 舐めてんだ。舐めてる。あ、1区間2個でも60しよう。そうだね。俺80ある。やば、 80? で俺逆に名古屋パターン。いやいや、そうだから逆に少ないです。実は少ないから24。あ、下回る。下振れなことある。200。帰れない。ちょっとマジで帰れない。で一応今の時刻が12時43分。ああ早くて深夜じゃない。本日中に終わる。0時は回ると思うよ。スタートは上野駅からやっていきます。で今回そのどういう基準で行くかっていうと、上野駅の次の駅を、マップで入れて歩きます。その間にあったコンビニを寄ります。なるほどね。はい、で皆さん本編に行く前に少しでも面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、拡散のほどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。山手線一周やっていきたいと思います。おいおい、それでは行きます。じゃあ早速やっていくんですけども、はい、目的地は御徒町です。あ、そっちから行くんだ。はい、こっちから行きます。距離でいうと 500m。 ああ、だいたいこれぐらいの距離だと思って、多分1キロ離れないとは思う。え、でもいや、だって30駅で40キロでしょ。あ、そっか。どっかで何点、だいたい 1.1 キロじゃない。って考えると、まあ、ここはまだイージーな。行きましょうか。はい、はい、皆さん、飲み屋街あります。東京の匂いだべ。え、ワンチャンコンビニなしで行ける。もうここ真っすぐ行ったらもう御徒町です。でも最初は中に寝たいんだけど、まあお腹空いてるしね。この自分たちが歩いてるとこのコンビニしか入りません。はいはい。だから遠くで見えたから入るはなし。あれ、おー、いきなりどこ。セブンイレブンが見えました。じゃあ買ってきます。はい、買ってきました。僕が1店舗目で買ってきたのはこちら、卵醤油おにぎり。超気になってたけど食わずにいた。こういう時しか買えないやつ。そう、一品目いただきます。こいつあれですか、日によってベロに憑依させられる時の。エビ君、エビ君、この動画長いの。長いの、やめて。装飾ちょっと気になっちゃって。うん、中に。あ、何それ。卵かけご飯もおにぎりなる時代。はい、怖いんだよね、もうなんか見えてんだよな。え、あるある。え、視力マサイだった。じゃあ次の止まれのとこ右です。じゃあだからセブン回避。おお、御徒町。え、あるやん。あのセブン。いや、これ反対側にも繋がってる。そうだ ね、 なるほどね。両サイドから行けるやつだ。セブンだね、便利っちゃ便利。セブンが見つかりました。はい、行ってきます。買ってきました。はい、おにぎりシリーズということで、チャーシューわさび。あれ、はい、うまそう。復活したの。あとは昔から口食ってて、わさびが強すぎて俺バーって毎回なってた。いただきます。結構強い。なる、なるわ。あ、なるの。結構強い。ちょうど、ちょうどいいとこかも。うん、あ、いいね、さっぱりする。大きく開けて。うん、めっちゃ濃い。じゃあ、ごちそうさまでした。はーい。
到着しました。御徒町。ニューデイズ。ニューデイズってコンビニ。コンビニだけど。いやもうよろしくないな。だって駅だから。駅だから。もう入れる距離にあるから。ロアさん。いやあっち行かなかったら違うから。次は秋葉です。いやー、いっぱいあるんじゃない？秋葉。あ、でも秋葉まで歩いて 1.1 キロ。長いね。15分。まずね。で、まっすぐ行くんで、ローソンも通るので、ローソンとニューデイズ一緒に買ってきちゃおうか。そうね。時間やばいから。じゃあ、2店舗買ってきます。はい。はい、買ってまいりました。ありがとう。まずは私、ニューデイズに、こちら、濃い味卵のおむすび。はい。僕がローソンで買ったのは、リンゴおむすび。何それ。ちなみにローソン、ここですね。ここのローソンを寄りました。ちょっとさっぱりしたいなと。ロースト。いやいや、この企画運動もするからね、お腹減るんじゃない。まだ1キロ歩いてないで4店舗か。頑張るんだ。どっかしらね、かそるとこあると思うんだよね。全てはこの時代。じゃあ行こうか。え、ちなみに秋葉まであと1キロずっとまっすぐです。曲がり方ない、一生まっすぐ。マサイ族が出てしまいました。しょうちゃん、やめて。わぁ、マサイ族が。あぁ、ほんとだ。逆に言えば、あそこまでコンビニがなければ100メートル以上稼いでるからまだいいよ。ちょっとわかんないかもしれないけど、ローソン。ローソンありました。ローソンしかないね、この通り。5店舗目なんで、ルーレットが発動します。これ対戦じゃないから、みんなで一周して目的を達成しようっていうレクで。さあ、着きました、ローソンです。じゃあルーレットをちょっと紹介しますね。今回、ルーレットのジャンルが全部で5個の項目あります。弁当、アイス、ホットスナック、カップ麺、酒です。いきます。ゴー。あー、おー、いいね。無難に弁当でいきましょうか。はいはい、じゃあ弁当買ってきます。はい、はい、買ってきました。5店舗目ローソンですね。で、弁当なんですけども、ついにこれを見つける時ができた。見つける時ができた。あとお前らにも食べてほしい、まあ、ハエテ以外、翔ちゃんとエビにも食べてほしい。あ、なんかあれか、深夜企画の時にないとか言ってたやつか。ローソンの弁当が一番うまいです。これが豚生姜焼き弁当。最強です。え、あのバカうまいって言ってたよ。死ぬほどうまい。いやー、これ見て、100うまい。いただきます。まだうまい。うん、おっ、うまっ。うん、うまい。うまい。うん。生姜焼きってこれがあれか、100点のリアクションか。いや、そうだよ。どうですか、エビくん、生姜焼き結構好きじゃん。最高です。2駅目に向かってるところだよ、今。やべー。え、何時にスタートしたっけ。12時半ぐらいかな。もう1時間経ちますよ。まあまあ、今は止まってるけど。あ、この後だんだんね。このままちょっと歩いていくから。うん、はい、ごちそうさまでーす。はい、じゃあ次行きましょう。はい、秋葉原付近までもう近づいてますね。なんかすげえ高いってか出てきたぜ。なんであいつは今日運動靴なんだ。なんかさ、ガチってんだよこっちは。あいつだけ運動靴なんだよ。ガチで運動する格好できてた。あ、昨日ハヤテと言ってたのに忘れたわ。ジョーちゃん言ったよね。いや、明日運動靴にかなんかにしたら足にぶっ壊れっからな。運動靴履いてこうなって言ったのに俺間違えていつも通りスニーカーで。全然この曲はスニーカーでいいでしょ。嫌じゃん。逆にタクはなんで革靴履いてこなかったの。革靴は…プロ意識がないよ。この企画で革靴頭おかしくな。必ず革靴なんだ。足壊れる。ローソン、あった紛れてやがる。ちょっとローソンの比率多ない。確かに、ローソンパーダです。いきなり3店舗連続ローソンだけど。はい、ということでローソンでいいです。買ってきました。いや、牛肉メンチ。おー、ホットスナックきたか。いただきます。はい、うまっ。食べたい人。はい、それなんや。340円。ガツ、コンビニのコロッケって高い。こんなにたくさん高いわけだ。210円。本当にいける。そう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 、嘘です。150、いや、100円。138円。110円。うわー、妥当だ。大丈夫です。はい、順番がいいですね。今だってこれで6ですよね。は？は？何？何の酒飲んでる？テンション上がってっか。早く酒入れろ。酒持ってこい。酒全部線路沿いとは限らないんですよ。道は一本とは限りません。変なセミナー開きや。はい、これは簡単に道の理由知りてんじゃねえ。やめてくれ。俺が知りてんのは、やめてくれ。厳しい道の歩き方。ローソンでしょ。急に現れた。いきなりじゃん。険しい道ですから。険しい道が来ました。買っていきますか。はい、お願いします。はい、買ってまいりました。こちら生もちカスタード&ホイップ。いただきます。うん、うまい。
ハイデ君にしては、あのざっこいレビューですけど、前俺、サラちゃんとのコラボの時に言われたじゃん、最初にうまいが出ないのは、レビューとしてはダメだ。じゃあ、この前の店の動画、全然ダメだって。全部嘘。カスタードの甘みが強いから、クリームが全然ちょうどいい。すごいな、相手、無限に喋るんじゃん。俺、すごい、これだけでさ、2分喋れる。ごちそうさまでしたー。おえー、ガチ。ガチガチ。いつもの秋葉のティークさん、撮影する場所。あ、もうそこ JR なんで。ここ JR。エビがカメラ向ければ JR。JR 秋葉原駅。到着。で、エビ君に朗報なんだけど、そこ喫煙所で。あほー。あ、急に早い。トゥ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 。ちなみに今何店舗？今7。70店舗ぐらい行くって。じゃあ続いての目的地、神田です。神田か。はい、だからセーフ。どうぞ建物に入ってるの入れちゃう。ニューデイズパターン。えどうすんの。ニューデイズパターンで、これ4台か。これ行かざる。お、えない。いやらしい位置にございます。せローソンボーナス5連チャン。やば、またローソンか。じゃあ買ってきます。はい、お願いします。買ってきました。はい、何店舗目。8店舗目。8店舗目ローソンで、僕が買ってきたのはダブルキュイスムージ。それ飲みながらいけるやつだね。あの暑いので、本日非常に暑い。だってかこれ多分飲めないよね、まだ。そうだよね、溶けないとダメだよ。出ない。じゃあ歩きながら行こうか。ここ左なんだけど、すごい変な道。歩道橋かな。え、すげえ倍速。いや、絶対コンビニないからね、ここは。何しちゃうの。正気がでかい画面いるって、なんか騙した。こんなとこにカメラなんかいるわけねえだろ。ちゃんと手挙げて。横断歩道歩くときはコンビニある気配ないぞ、一切。急に老人っぽくなっちゃった。いや、いいね、ボーナスタイムだ。さっさと歩いちまう。マジでモニタリングというか、人間観察好きな人、都内向いてると思うんですよ。そうなの。俺がそう。いてててて。自分で言わないの。でも趣味は人間観察結構、まあ、てか大体そうじゃない。趣味にすることじゃない。はい、着きました。どこ。神田です。早いな。今度コンビニ少なかったね。到着。パチパチパチ。あれ、コンビニ寄った。あ、最初ローソンだけど。そうだね。いいよ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 。続いての目的地は東京。東京。東京。めっちゃ近い、東京駅。距離で言うと 1.6 キロ。あれ結構あった。歩いて8分。ツース。そこ曲がったりする。待てしないですね。あ、じゃあ確定や。中国マサイ族。いや、待ってじゃないか。あ、ほんまや。あ、またか。もうなんだよ。またかよ。え、なんでローソンしかないの。すごいね。えぐいな。好きすぎだろ、ローソン。お前らの歩くルートにローソンが多い。9店舗目、ローソンでーす。じゃあ、買ってきます。はい。ローソンで買ってきたのは、ちょっと気合い入れたくて、オラミン C。 ファイト一発や。だが、しかしこれでオラミン C 他の店舗で使えなくなっちゃう。そんな。あ、来た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 だけだった。ファイト一発で、リポインなんでーか。そうっすね。そっか、オラミン C じゃない。元気はつらつーか。うん。はい、次ルーレットなるから。次は翔ちゃんだ。はい、行きましょう。はい、翔さん、足疲れてきました。早いね。引きこもりにはきついっす、この企画。まだ5分の1も終わってない。まあ、大丈夫大丈夫。これ3日かかる可能性あるもんね。3日。まあまあ、下手くそすぎない。そしたら、でも協力だから、あの、誰かが疲れてるときはやっぱり誰かをおんぶする。あー、確かに。おんぶしてるシーンを見せることによって、あ、お兄ちゃん見合ってかっこいいって。その誕生だから、俺はお兄ちゃんだから頑張らない。だいぶちゃん、だいぶちゃん。お兄ちゃんだから。なんだっけ、長男だからな。緑と白の初めてです。ファミマーツだ、今回初。ファミマでルーレット吹けるの。ルーレット。ルーレットですね。ちょっと酒だるいね。酒だるいな。足がむくむからね。わー。あー、そっか。行きます。なんか酒出そう。ちょっと酒出ちゃう。お帰りなし、あいまして。やってきました。10店舗目、何を買ってきたんだい？おい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 。スーパードロー。ガチやん。しかも俺じゃん。泡取るタイプ。泡だ。直帰感ですね。あー。泡これ大丈夫？泡出てくるよね。あわわわわわわ。パクッと。あらあらあら。キンキン冷えたビール。うわ、いただきます。うわ、うまっちゃう。あ、ありがてぇ。嫌なビールが。あー。あ、やばいやばいやばい。周りの人が羨ましくなっちゃう、これ。今いらねぇ。早い。早いな。簡易です。ありがとうございます。マジで、なんで入れたんだ。もう、もう出ないよ。血が壊れそうです。
早い。コンビニもないからいいじゃん。さあ、もうすぐ東京駅だよ。JR のあれが見えてるんで、まあ、もう駅なんですけど、まあ、東京駅といえばどこに行った方がいいよね、翔太。翔太、酔っちゃってる。東京駅、東京駅。上野からもう東京まで来たのか。いや、マジでコンビニなかった。東京です。次の目的地は有楽町。有楽町、まあ、何があるってイメージはないけど、コンビニが多いのかどうか。19分、1.3 キロ行っていきましょう。はい、ざー。まあ、みんな、もうちょっとしたらスペシャルタイムが発動しますので。え、なんかコンビニなくない？ね、無双入ったワンちゃん。もう立地的に東京駅で過ごしちゃうじゃん。コンビニを作ってる人の脳を考えろ。確かに。そうすれば必然的に回避できるんで。確かに。回避できれば回避できる。ここにコンビニ置くぞって位置をずらすんだ。確かに。俺らで道選んじゃダメなんだから。全部は Google マップの元に。ビルしかない。あまりにもビルゲイツ。本当にビルゲイツ。世界だよ。なんか俺ら周りから見たらイケたらサラリーマンじゃね？一応いいってやつ。やめてくれ。走れメロス。ない。周りにない。一個も見なかった。すげえ。まあ、嬉しいよ。こういうところもないとね。さあ、ということで、有楽町駅。グズラシー。さあ、着いてしまったよ。はい、着きました、有楽町。次の駅が、新橋。新橋。コンビニありそうな道路。いや、ね、なんか絶対あるべ、この流れは。行こう。行ってみよう。一番盛り上がるのは多分さ、渋谷とか原宿その辺でね、新大久保とかあの辺ではコンビニすごいイメージない。あー、そうだね。最高にテンション上がってくるな。うるせえな。早くコンビニをよこせ。どうしたんだよ。どうしたんだよ。もう部活のトートレで長距離走った後の足してます、先輩。まだ。つまり、限界です。まだ半分も終わってねえぞ。3分の1も終わってねえ。そうだよな。何、痛いの？足痛い。痛いです。お前だけじゃねえの？はい。お前が痛いんじゃねえんだよ。みんな痛いんだよ。部長、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 陸部部長、渡辺先輩。お前もそうすれして邪魔するやつだろ。ふざけんなお前。まだみんな半分も行ってないんだよ。無理だって、1日3キロとかしか歩かないわけ。気合、元気やれば何でもできる。よし、行くぞ。いや、別に俺は何もきつくないですから。ちなみにね、座ったらね、硫酸が溜まってね。硫酸溜まったらやばいだろ。溶けるよ、溶け始める。急に現れた。おー、マジで。あー、ダメダメ。久しぶりの専門。わしやでー。入ってか。久々だったわ。じゃあ、超久々。11店舗目ね。11店舗目、楽しんでくるぜ。いってらっしゃい。どうしたの、エビくん。9と4分の3番線いった。きついよ。いやー、グロいよ。メンバーに対してグロい。買ってまいりました、こちら。みんなで食えるチョコシューです。あー、発酵バター香る。みんな腹減ってるって言ったからさ。センスがねーな。数年ぶり。はい、もうすぐです。じゃあ行きましょう。15時39分。わ、2時間経ったの。目の前にあるのに。欲しいね。道路がなければ。まあ、これ OK したのちょっとややこしくなる。ややこしくなる。確かに。で、ここはどこなの？新馬。到着。到着でーす。さあ、お次は？はい、お次。新橋の次は、浜松町。浜松町。7駅目です、次が。おー。ちなみに15で折り返しかな。え、じゃあ折り返しまでの折り返しが？あ、そうそうそう。4分の1、次終わる。あー。1.4 キロ。歩くね。ほんまが。さあ、そろそろ疲れが見えてくるところですかね。疲れてるとこそ元気にやることで気力で吹っ飛ばす。ガチコンビニないよ。え、どうしたの？コンビニ見てはいるんだけどね、俺らの通りに出てこないんだよね。それこそ名古屋最大だわ。あれ、お、ホイマじゃん。ホイマだ。ホイマある。ホイマだ。熱っ。じゃあエビだ。行ってこい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 。はい。12店舗目、上見まで買ってきたのは、うわ、うまいやつ、いいな。ビスケットサンド。え、ヨードパパ。僕の大好きな大好物の大好き。歯折んねん、それで。よく歯折ったらしいから。いただきます。おいしいですか？おいしい。うん、あ、しっとり感がある。ピアードパパ。激アツ会話が飯が進むな。さすがに新宿かと思った。ここ、あのラフさは多分もうだ。俺の生息からする。だからなんだよ、聞いてもねえんだよ。次行こうか。行こうか。頑張ろう。
ちなみに次の浜松町までどれぐらいですか。あとね1キロ。1キロ有楽町だっけ。結構遠いな。有楽町さっき行ったよね。新橋だよ。新橋だよ。さっき行ったよね。これから向かうのは浜松町。おお、なんかなんかすごい開けた道路。あれなんかあるんじゃないか。これはいいね。いやもう暑いからさっぱり送りたいんだけど、花はガッツリ送りたい。おセブン。セブンイレブンです。いいね、いいスパンだよ。セブンイレブンです。セブンイレブン行ってきます。はい、買ってきました。はい、今セブンイレブン増量キャンペーンみたいなのやってました。あれ買ってきたのこちら、ツナ&卵サンドイッチ。これちなみに3つあるので3人食べれます。せーの、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ。このパターンだ。やったー。一口ちょうだい。じゃんけんでした。俺のターンなんだけど。いただきまーす。いただきまーす。250円でそのサイズで安いよ。エネルギーあまりにも枯渇している。エビ割と食ってるよな。あ、生姜焼きとかもアイスも。それだ、のエビだから。俺結構自分のターンちゃんと食ってねえんだよ。そうだね。さあ行こうか。結構ありそうだね。もうね、こっから複雑なの。あれあれ、うわうわすごいぞ。もみもろ次俺か。せや。ファミリー早っ。はい、ということでファミマの看板はありましたけど、あるのか。あ、あるわ。あるね、降りる。あるある。あ、なるほどね。はい、僕が行ってきます。行ってこーい。はい、ジョージャン。言わないといけないことあって、うん、めちゃくちゃ今頭痛いんですよ。それは早く行ってほしかったな。次買ってきました。うん、ブラックコーヒー。あ、こいつダメだわ。やばいわ。こいつ限界すぎる。ダメだよ。カフェインが足りてない。そうじゃん。それやっと結局あのカフェイン切れた時まためっちゃ頭痛くなるじゃない。中毒ってやつ。そうなんだ。あー、もう完璧に中毒者だ。花より団子のワンシーンみたいな。ナナ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 。動き気持ち悪い。そんなポーズ決まんない。次の電車だ。あれは違うか。一瞬なんかロースロースの文字が見えた気がしたけど。いや違うか。コンビニではないか。あれはローソン。ナチュラルローソン。ナチュラルローソンってあれだ。ナチュラルな一人。俺か。ルーレットです。せいでした。あえて酒の出たら何飲むの。ボロ酔いしか飲めないな。か暗いな。お前が酒出たら飲んでやるよ。ゴー。でんでけ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 。あ、酒なくさいな。おー、アイス。いいじゃん。じゃあちょっといい感じも買ってきます。はい、何買ってきたんだい。うわ、さあ今回僕が買ってきた塊アイスはこちら。おー、いいね。アイスボックスの濃い果実氷メスカット。ちゃんとメンバーカラーも取ってると。その通り。いただきます。雰囲気合うな、それっぽい服すれば。ここうん、今カジュアルすぎるからあれだけど。かっこいい。さあ、誰しも渡る時期ですね。ナチュラルローソンなんだから、ナチュラルローソンっぽいものなかった。アイスなんだもん。アイスにナチュラルバニラアイスかな。ない、普通のローソンバニラアイスだ。16時26分、まあ、開始から約3時間半経ちましたね。で、もうすぐ浜松町なわけですけども、はいはいはい、まあ我々上野からスタートして7終了です。うん、なのでちょっとここでずっとこれでやっていくのもいいんですけど、盛り上がった方がいいっていうか、なんかゲーム性というか、一つさ何かしらあった方が面白いじゃん、俺らの中でも。これから誰かが休めるルーレットを開始します。何それ休む。休むっつーの、はい、この企画って別に4人でやる必要はない。学年として記録を取りたいっていうのは。そうだね。まあでも4人でね、最後は絶対ゴールとかもしたいんですけど、中を全員でやるのはね、ちょっと人も多すぎるかなと思いまして、はいはい、まあ、今からルーレットを回します。はい、でルーレットにはですね、まあ各自の名前が書いてあります。うん、と 2-2 のペアが記載されております。うん、で今回は当たった人が休めます。1人か2人。1人か2人。なるほどね。まあ、だから全然高いな。どれぐらい休めるのかは1から3のルーレットを回してもらって、出た数字の分の駅休めます。電車で行けると。はい、電車で2駅先まで待ってて。先の駅やばくない。なるほどね。3、40分。そうそうだよね。いや3、40分以上じゃない、下手したら。まあ、コンビニがめっちゃあったらその間マジでめっちゃ時間かかる。確かに熱エビに休んでほしいけど、それはねルーレットで出ないとダメだよ。でも各々の2人ペアと個人1本なんでしょ。うん、
相当ラフェス高い。確かにエビタタック残った時の収集の力さもすごいよ。あ、ごめんなさい、一旦いつものペアタクハヤとショーエビしか出てません。タクハヤ、ショーエビと個人、あと個人1個です。あ、なんだ、ね、各ペアじゃないんだ。大丈夫、俺とエビで残って喧嘩なんない。なんでだろう、今までどんだけやってんだよ。こういう企画ブチブチになるかも。運命決めようか。じゃあ運命を決めるのはこれだ。5分の2で当たんのね。俺、せーの、じゃん、翔ちゃん。翔ちゃん翔ちゃん翔ちゃん。あ、でも翔ちゃん、あれじゃん、頭痛いって言ってたからちょうどいいじゃん。あ、お酒効果がちょっとね。まあここからです、翔ちゃんがどれくらい休めるか。そうそうそう、一番俺運動しなきゃいけない。で、食べなくてもいいから。あ、そうか。あ、じゃあ耳かなってんのかな。一応区間は田町と高輪ゲートウェイと品川です。あー、ゲートウェイ、はい、あのなんもねえ場所。ゲートウェイ来た。高輪ゲートウェイ越せたらめっちゃラッキーだ。なんかさ、はいはいはい、高輪ゲートウェイ前後はなんか俺コンビニ多いと思ってるんだ、なんとなく。あー、はい、ね、開拓中だし、ちょっと遠回りしないとさ、いけなそうじゃん。ゴー、ジュー、音がしない。3はやめて。え、どっち？せーの、1。おお、ちょっとで3だったね。まあ十分、まあまあ十分十分。軽い休憩やね。で、このルーレットはまた登場する。あ、また全然これからどんどん登場してもいいから。あ、全部で、ね、全部で。次は3人。あ、まあ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 。港区長選挙だって、おでも選挙しよう。どうぞ。また？え、おマジで多いね。こんな奥まった。俺のターンだ。行ってきます。行ってこい。16店舗目ローソンで僕が買ってきたのはモンスター。ここで登場。まあもう緑飲めないからね。はい、でも全種あるんで。そうだね、遅かったけどね、登場するの。でももう朝1本入れてたから。え、今日2本目。今日2本目。北村くんと同じコースになるってね。いただきます。びっくりしちゃうから、子供びっくりしちゃうよ。顔赤っ。穴から血吹き出しそうな感じ。これが酒なんだ。痛い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 。これやばっ、危な。まだマザイって言ったからまだいいよ。マザイって久々に聞いた。マザイ痛い受験生。血液なんだよ。たくさん、あれオレンジと緑と赤じゃないですか。あれ、あの点々、あの点々、壁にくっついてる。あれ、確かになんかセブンイレブンみたいな。あれ、急に早くない？早いな。あれ、ちょっと暴走入ってる。え、待って、浜松町まで相当あるよね、今。200m はある。浜松町までにまだ今5店舗コンビニあったんだっけ。1、2、3、4、5。これ6店舗目。えぐっ。おい、どうした急に浜松町。17店舗目。17店舗目のセブンイレブン。早いね、セブンイレブンです。いってらっしゃい。買ってきます。いってらっしゃい。買ってきました、17店舗目。はーい、ピザマン。あ、まだあるの？まだありました。まんじゅう年々小さくなってる。まんじゅう、まんじゅう、肉まんな。まあ、まんじゅう食ってる。和菓子ちゃうねん。この間東海さんがさやってない、レッスン中華まん探せみたいな、それ見てちょっと食べたくなりました。久しぶりの固形だ。おいてぃ、おいてぃ。あれ、バイさん、バイさん作るの？食べやすいとだけでやんないの？やんないの？ピザマンから食べて。やんないやんない。あれやればいいと思ってるわけじゃない。あれ手作りしないとダメか。うっとうしいな。歩きましょうか。もうソロですね。もうあと 200m ぐらいなんですけど。あ、もう駅そこじゃん。どうする？右ちょっと遠回りして信号か。あ、も、ま、う、あ、そこ駅じゃん。あ、またあの渡った方がええから、めんどくせえ。危ない危ない。これこそナチュラルローソンだ。ナチュラルすぎない。ナチュラルすぎた。でも分かりにくい。すげーぼーっとしてた。びっくりした。ナチュラルすぎる。ローソン、はい。僕ローソン行ったら食べたいなって思ってたものが一個あって。何ですか？ちょっと僕がいない間に行かれて食べられちゃっても嫌なんで。あ、そういうこと？ちょっとまあ休憩前だしということで、ちょっと大きめで。おっ、おーじゃーん。ちょっとマジか。おいおい、ベッド枠じゃん。いや、みんなで食べようかなって。あ、そういうことね。冷やし満腹豚中華っていうね、本松ハウスさんが食べてて、おーうまそうと思って、気になって食べたいなと思ってタイミングよく。そうだ、いただきます。冷やしをフフしたときに、うんうん、これはうまいかもしれない、かもしれない、かもしれない、まだ確証は得ない。夏用一度、うまい、うまい。完熟系かな。バクマン、ニンニクすごっ。やべ、ペヤング現象が起きてる。ああ、でも味付けうまいな、ここだけ。
味うまい。味うまいね。バカうま。おお、ね。冷たいもあれだね。ニンニクなんか強く感じる。ファンの子にあったらどうすんの。あくれニンニク臭い。いや、あくれにも臭いから。冷やし中華のパンチあるバージョンみたいな。そう。完食。はい、オッケー。じゃあちょっともう行ったらあれだね。駅なのね。はい。駅。どうだね、翔ちゃん。はい、ここで僕は。白山駅だったら1時間は合わなかったと。そうだよ、もっともっと。じゃあ一応次の、場所は田町ですね。田町。じゃあ翔ちゃんお疲れ。お疲れ。お疲れ。まあ頑張って。ああ、寝るなよ。はい。じゃあ田町まで 1.5 キロ。よし、帰るか。帰るか。すげえ人が増えたね。まあでも帰宅時でしょ、今5時でしょ。ああ、そうだね。つまりみんな勝ち組ってことだ。みんな勝ち組か。俺らまだ仕事してんのに。俺ら無限残業編。無限残業編です。腕こうやって伸ばして、ベンダ腕こうやって伸ばして、ベンダ。俺のベンダで、俺のベンダで。ティファニー。よかったね、お前なんか変なドブなくて、ね、お前。危ねえ危ねえ。ドブなくてよかったね。危ねえぜ。くっそ傷ついた。くっそかけた。はい、ではティファニーが。ということで。田町駅に着きました。電車乗ってから2分、たったの2分で着きました。5時10分ぐらいだと思うんで、まあ、あと20分は来ないと思うんですよ。どのルート乗ってくるかにもよるんですけど、3、4店舗 Google で見た感じあったんで、おそらく20から30ぐらいかかるのかな、うん。まあ、この辺特に何があるってわけじゃないんですけど、ちょっと休めるところあったら休んでたいと思います。急に素晴らしいでやんすよ。急に来たファミリーマッチュ。ああ、次は早くだよね、カチュー。そっか、俺か。じゃあ行ってきまーす。ということで買ってました。こちら半本入りチョコツイスト。おお、ハリウッドで食べよう。いや、いいよ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 、みんなで食べようね。やばいやばいやばい。一人一本。それはそうに決まってんだ。なんでわざわざ。うまっ。うまチョコスティックってな、一生は懐かしいよな。じゃあね、じゃあまた道戻ります。まっすぐで、ふまふま。コンビニの気配ないね。公園があるよ。遊んでく？遊んでいくか。いやいやいや。え、こういう、こんだけまあまあまあ、まあ都内にしてはいい感じなのに、遊具がこれとあれしかない。なんか卑猥。どうか。うん。これから2人ということで。まあしょうがないよ。まあ経験あるし。呪われた。呪われたから。おお。おい。お、待って。ジャックスパート。青いのが見えるよ。あ、またローソンかよ。というか、なんでセブンあっち側にあってこっちローソンなんだよ、また。すごいね、ローソンの比率が。逆にミニストップ1回もまだ来てないもんね。何店舗目？来ましたわ。19、20ということは20店舗目ということで、エビくんルーレット、ルーレットタイム。いや、ここで弁当引くなよ、お前。拍手待っていいですか。てか入ってた。あ、そうだった。あ、ちょっと、アイス。よかったじゃん。お前さっきアイス2回食って、もう1回アイス。俺が食おうかじゃん。2回食って、どうぞ。じゃあ、俺が一緒についてくるわ。あ、いい。ふん。ふん。ふん。はい、ということで、湯気見大福です。はい、読みます。皆様へ、いつも雪見大福を食べてくださりありがとうございます。今日はどんな一日でしたか。楽しかったことも、思うようにいかなかったこともあると思います。たとえどんな時でも雪見大福を食べて心がほっこりしてくれたらいいな。雪見大福がいつも皆様の心にそっと寄り添える、そんな存在。行きましょうか。行きましょう。あ、移動しながらですか。移動しながら食いましょう。手だ。いや、もう勘弁して、ローソンは。ちょっと普通にミニストップはさすがに欲しくない。皆さん、なんか翔ちゃんから動画が送られてきました。うわっ、スタバ行ってやがる、スタバ行ってやがる、こいつ。
しかもコーヒー飲んでるし。どういう席？なんか何このおしゃれな席？社長クラスやん。いいんですかこのままで。だから早く帰ろう。お前らに絶望すること言っていい？うん。そうさ、あんまり残り何駅って言ってもさ、パッとしないじゃん。その俺らスタートしたのここ、上のね、今ここまだこっからずーってあります。あと4回くらいやんなきゃ。楽しくなってきたでしょ。楽しいね。今17時30分終わってる。多分ね、夜明けじゃないっすね。明朝。明朝か、明るくなやばいな、この企画。明日動けないやん、全員。でも明日12万人とそしたらいずれも動かないと。ライブだ。おしゃれな看板が見えてきました。どなたのピカピカ点滅してる。何あの華やかなセブン。セブンイレブン21店舗目です。じゃあ買ってきます。はい、セブンイレブン21店舗目ちゃいますね。もう覚えてない。21店舗目ですね。合ってんじゃねえかよ。ちょっと待って、4分の1で21店舗ってさ、やばくない？もう100じゃん。100てか渋谷とかそのやべえとこまだ取ってないからね。お前どう責任取るの？どう責任取ればいい？歩いてれば問題ないとか言ってたけど、大食いになる可能性がめっちゃ出るから。100品以上説あると思う。いただきます。なんすかそれ。あ、かりんとうまいんだよ。かりんとうまん渋いね。どうしたん？うまいのこれ。ここをねじろに構えたのかもしれない。行こうか。行こうか。タークスリープモード入るから。タークになってる。まずい。さあ、もうすぐ駅が近づいてきました。あ、じゃあやっと正気が。そっちゃんに連絡しないと。戻んの。あれ見てよ。あれあでもファミマだ。ファミリーマートな。はい、なんか俺らの企画結構多ない。早いな。なんかここに来て急に増えてきた。え、100メートルぐらい。次は俺か。はい、早い。スパンが。はい、行ってきまーす。22店舗目買ってきました。はい、やファミリーマートです。アシルボレロー。イエーイイエーイ。ほっぺー。タイマー5時間前にあげたんじゃないか。タイミングアウトだったやつ。うん。でも、ここで親が食うことによって次ハチュードポテト買う人が出来たてホヤホヤを食べる。タイキーも頼むからフードロース。じゃあ行こう。うん、あれはどうだ。セブンイレブンありました。セブンのマークか。おい、店舗か。甘いか分かんないです。そうだね。下に降りなきゃいけないやつだったら、それはのさっきのニューデイズ的には行かなくていいこと。はい、一応 あの位置にセブンはあります。あれじゃない、これビルの中じゃない。あ、ビルの中っぽいけど、それは話変わってくるよ。いいでした。はい、ゆっくりいってらっしゃい。ちょっとお尋ね者はこんなおしゃれなとこ行ってダメだよ。買ってきました、サラダチキンバー。おい、お前が食うようなやつじゃないだろそれ。糖質ゼログロ。ミスってる。優しい優しい。5店舗、ちょうど5店舗いらないよ。大丈夫、じゃあ結構。これ食いたいじゃん。食いたいやついるよ。最初はバンオッケー。さあ、多分おそらくもう田町に着きますね。まあコンビニはあれからなかったと。はい、田町 TV。 あ、将棋あ、田町 TV。 あれ、田町 TV の田町さんです、俺。田町はやばいだろ。田町 TV さん聞いてくれよ。聞いてくれよ。これ管理行った店舗よ。おお。5店舗。3、4店舗かなって思ってたの。5あったか。5でした。じゃあ次の目的地は高野ゲットウェイ。高野ゲットウェイ。高野ゲットウェイ。すごく僕は快適に、結構回復した。6時。そうだよ、約1時間よ。そうだよ、5個行ったから。え、それマジで明日の昼ぐらい行かない。ちなみに高野ゲットウェイ、ほんとまたさっきの道路でクソまっすぐ行けば終わり。 1.6km 20分。普通に歩けば20分。じゃあとりあえずでもローソン買ってきて、そうっすね、それまでじゃあ休んでもらって。はい、はい、ということでできたのはカキフライでーす。全然休憩できないやん。もうちょいうまそうに食えないのお前は。全然米が進むカキフライ。ああ、行こうか。行きますか。ねえ、やばいね。ちょっとエビがなんかすごく嘆いてる。じゃあ4分の3なら納得ない。どうしたんだよ。4分の1って、4分の1って1時間前のエビとちょっと変わっちゃったの。なるほど、ローソンだこれ。いや、違う、いけるローソン。違う、いけるローソンなんですよ。じゃあ、この隣にあるビルに入ってる。ルーレットしよう。俺これなんかめっちゃお酒な気がする。なんでそんなリアクションしちゃうの。なんだよ。1時間休んだ男なんだよ。1時間休んだって酒は入ってんだよ。じゃあ
酒酒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 酒待って待って待って弁当ここでさっきの買えばよかったわ。そうだよ、一緒だよマジで。じゃあもう一回ができてもいいよね。食べたい食べたい。はい、買ってきました。ちょっと弁当超迷って、重たいのしかないの、でかいのしかない。だからちょっとグラタンにしました。ちょうどいい、明太もチーズグラタン。おほう、はい、はい、美味しそう。いただきます。うまい、おいしいな。あ、すっごいチーズもちもちした。すごい、ハマチに向かうところからコンビニの量がめっちゃ低い。あ、それは何？あ、今の現状ね。じゃあ俺めっちゃいいところ買えるからね。100超えるじゃん。俺の予想、明日の7時ぐらいに終わる。俺明日の昼だと思う。マジで？いや、そんなかかんないよ。そんなかかる？いや、絶対深夜には終わらない。やばいやばい。いや、どうにかエビにはくじを引き当ててほしいね、次。そうなんよ。あ、ちなみにその終電までにこのルーレットさんと何回かやらないと。あ、そうじゃん、はいはい、休憩できなくなってしまうので、ちょっとスパンは早めにルーレットスパンスパンスパン。じゃあもう電車が通ってる間にあと 2,3 回はやっときたいから。じゃあ結構早めにやらないと。じゃあ早めにやらないとだ。やろうか。じゃあ30店舗目で。あ、いいね。15でやって30でやって。あ、そうだ、なるほどね。そうしてもらう。はい、ありがとう。じゃあ行こうか。はい。お、バビマです。イエッサー、ラクサンダー、いただきます。バミマ、バミマ、バミマ、今度はまさかタイムラッシュ。シソ納豆うまそう。セブンイレブン、すいません、トクやばいっす。ね、俺も今天気予報見てる。とんでもないことよ。7時、8時、降水確率 100%。 そっから4時まで雨です。まあ、とりあえず紹介でお願いします。ツナサラダ、170円。ということで、高輪ゲットブレーキつきました。わーい、雨が降ってきてて、アクシデント、やばいね。次は品川。やっと大きいところ来ますね。そうだね、そうだね。まあ、あと2店舗で次あのまた食べ物ルーレット来るんで。30店舗目。まあ、とりあえずもうちょい決まりましょう。あれはセブンだ。うわー、セブンイレブンで宮田のヤングドーナツ。ヤングドーナツ、いただきます。さて、ついたぞ、品川駅。いいね、1個しかなかったよ、高輪から。ねえ、ちょっと皆さん、相談なんですけど、もう雨が降ってきたりまして、うん、まあ、全然続行するんですけど、29で中途半端なんですよ。ああ、でも目の前に駅があるんで、うん、もうルーレット回しましょうか。19時26分なんで、終電まであと5時間超しかない。やべえっす。今回、項目が追加されます。なんか怖いんだよね。ただ、量が増えるとかじゃなく、休めるペアが増えました。あ、確率が上がったんだ。じゃあまずソロ、ファンで、さっきのペアに3人休憩できるのか、全員ずつ1個抜けてるやつがあります。怖いね。ほー、また1人で歩き歩き、そのプレイヤーか。あっち行こう。そうだ、何やろう。エビクリ回してもらおうかな。なんで残酷なやつなんだ。かーまーす。エビがでかくなって、あ、これ関係ないからね。関係ないよね。おっ、おぉ、待って、うわぁ、え、翔ちゃん、あやて、エビ、まだ、まあ、そうそう、どんぐらい、何位かがあるから。いや、せめて3はやばい。赤だったら3、1人はやばいかんね。赤が3ね。はい、あー、エッグお前、最高だぜ。3ってさ、どうなの、何、品川から、品川からだから、目黒までか。距離がちょっとイメージわかんないけど、まあ俺の推定だけど、約4キロ。まあ、でもおおよそね。ただ、その中にじゃあ何店舗コンビニあんのかなっていう予想がつかないということで、調べた感じ、およそ50分ストレートで、まあ、タクなら30分ぐらいでいけるでしょ。じゃあコンビニがなかったらな。あーっしゃ、てるか。そっこい、そっこいくわ。任せるわ。すいません、じゃあ行ってきます。行ってきます。さあ、これから僕の歩き大会が始まります。まあ、とりあえず、大崎に、1.9 キロかな、向かいます。その間にコンビニがあったら全部寄りますんで、頑張っていきましょう。雨にも負けずに行きます。すみません、マップの通り来たいですね。なんか住宅街来ちゃって、
あれ全く思ってコンビニの小文字もないんですよね。なんなら暗い、野田と変わらない、地元と変わらないくらいの暗さ。はい、であと 1.3 キロで次の駅着いちゃうんで、まあ、順調に行けばワンチャンここの区間はコンビニ行かなくて済む可能性があります。そう、なんか一人になったことによって自分のペースで行けるんで、結構スピード感も保ちつつ行けるんでノンストレス。なんて言った、俺割とね普段から歩くと結構早歩きなんですよ。遅く歩くことが嫌いで、なんか逆に疲れちゃうんですよね。あいつらに早って言わせるぐらいスピード感よく行きたいと思います。とりあえず頑張って歩いてきます。くそ、うまくいってコンビニ振らずに行けると思ったらセブンイレブン、セブンイレブンを発見してしまいました。あ、しかもここで俺ルーレットしないといけないのか。なんかイートインコーナーとかねえかな。さすがに一人だとめんどくせんだよな。じゃあルーレット回します。酒以外お願いします。せーの、パン。酒だよ、もうさ、もう今日ダメだ俺、もう全部うまくいかない、もうダメだわ。もう買ってきました、トリスハイボールでーす。もう別に多分これ深夜ってか朝もあるんで、まあ、酒飲んだところで変わりません。まあ、最悪他の人に運転してもらいます。へっ、乾杯。いいよ、逆にこれ先入れてテンション上げてこうぜ。飽きさせねえから、このターン。まあ、あともうここまっすぐ行ったところでゴールなんで、飲みながら向かいます。行きましょう。すいません、なんか飲んで歩いたら怒られそうなんで一瞬で飲み干しちゃいます。ちょっと雨が強くなってきてる。なんでだよ、もう。まあ、とりあえず一駅ごと終わるごとになんかミッシュなんだろう、達成感がすごくなると思うんで、パパって向かいます。行きましょう。さあ、そろそろ着きますね。なんかすごくオフィス街でしたね、ここも。他のお店、飲食店とかも全くなかったね。はい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 、なんでも雨降るかな、全く。めっちゃ強くなってきたし、この野郎、バカ野郎。イエー、キラービーが出ちゃった。あ、もうこのここか、着いたわ。ここだ、この上行ったら到着です。なんだっけ、浜崎だっけ、浜崎あゆみだっけ。うわー、これ上行った先にコンビニあったらうぜえな。だって今この間1店舗しか行ってないからね、最高すぎるだろ。うぜえ。はい、来ました。ニューデイズも横にあるし。くそ、ここまで来たのにわざわざコンビニ寄らないといけないのか。はい、大崎にね着いたと思いきや、トラップでニューデイズに引っかかり、ノートミルクドーナツ31店舗目。いただきます。次五反田です。 800m だ、近っ。しかもまっすぐ、楽だ、さっきより楽。あれ、向かいますよ。目黒到着しましたけども、まあ目的もないしな。目的がないね。30分か40分そこらの時点で経過報告して、晴れを待ちたいと思います。はい、安全に戻ってこい。長いっすね。長いっすね。マジで幸いだわ俺ら。じゃあここからが一番きついかもしれないけどね。はい、雨強すぎだし。じゃあちょっと待ちましょう。さあ、五反田向かっているんですけども、あー、もう毎回このタイミングでテンションが来る。はい、ということでね、五反田まで意外と 800m っていうね近い距離で、で、なんかまた、なんだろうね、多分この辺はおそらくビルが多いっすね。なんか本当コンビニの気配が一切ないっすね。はい、で、今ちょっと暗いんですけども、なんか会計のこと、事情についてちょっと僕話したいことがありまして、せっかくね一人の時間もらったんで。皆さん、この動画が上がってる頃にはおそらく12万人いってると思います。ここ最近本当1日100人伸びる日もあって、復活当時は普通に200人とか伸びてたんですけど、1日、まあ、大体ね、やっぱそういうのってさ、波があるじゃないですか、その復活パワーみたいな感じであったと思うんですけども、まあ、それから1ヶ月2ヶ月経ったら登録者数が伸びない日とかもあったりして、まあ、そういう日が続いてた中、最近ねショートとか、まあ、コラボとかいろいろ試行錯誤して行った結果、登録者数がすごく伸びてね、本当に皆さんありがとうございます。いやね、もう俺らの中でね今すごく熱が入っておりまして、もうここ逃したら次来ねえだろうなっていうぐらいのチャンスだと、まあ、全員思ってるんですけども、まあ、だからこそちょっと皆さんにすごく面白いって思えてる動画
みんなが面白いまたやってほしいっていう動画もたくさん撮っていきたいし、なんなら自分らも楽しんでやっていきたいし、やっぱこういうなんだろう今日みたいな企画ってさ、正直パワー企画じゃないですか。まあ、俺の熱量で結構押したんですけども、まあ、こういう企画とかもやっていきたいんですよ。なんかみんななんかきついから何みたいな感じかもしれないんですけど、この曲芸の中で俺らでやるテンションが面白いと思ってて、まあ、俺らの中のポテンシャルがすごく引き出せる動画かなっていうのを思っておりまして、それは今後もねこういうのやっていきたくて、この動画伸びるかどうか分かんない、伸びるかどうか分かんないんだけど、もう俺らはこういう企画もやっていきたい、やってて楽しいし達成感もあるし、そういうところも含めて今すごく熱が入ってるんですよっていうのをみんなに伝えたくてね、やっているんですよ。まあ、そういう話をしてたらファミリーマートが見えました。タイミング悪いな、まったく。なんでさっき全然なかったのに急に。はい、買ってきました、サンドおむすびファミチキです。だからこの伸びをマジで止めたくないんで、夏もめっちゃ力あります。さらにさらに進化していきます。たとえ雨が降ったところで全然中止なんかしません。もう続行させます。この後も一つ一つの曲にそういう思いを持って頑張って今やっていますので、皆さんも最後まで見てください。よろしくお願いします。この時点でね、最後まで頑張れと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント拡散のほどよろしくお願いします。で、上からでごめんなさい、下からいきますね、すいません、よろしくお願いします。 OK、 じゃあ次向かいましょう。さあ、あと 100m で、五反田に着きます。いやいい、ここ何店舗やった、2店舗ローソンだってはい、33店舗目で、ローソンにてヤクルト10です。うめー、あー決まってきたぜ、五反田まで頑張ります。はい、五反田着きました。じゃあラスト目黒ですね、 1.3 キロ。あーでもまあまあまあ近い方ですね、18分歩いて。ただこうずーっとまっすぐなんで、コンビニめちゃめちゃありそうなんですけども、頑張りたいと思います。ということで、たくんがね今五反田を出たみたいで、はい、あと15分ぐらいで、まあ、予定通りなら来るかなと思うんで、どうですか、休憩できた？うん、多少できた。この1時間半ぐらい歩くのと座ったり立ったりしてるだけじゃ違うんで、よかったです。ということで、じゃあたっくん来たらまた交流して回したいと思います。はい、早いって、早いよ、まだ 100m ぐらいしか歩いてない。うわ、この道やばそうだな。ファミリーマート、ファミリーマートでシュークリームいただきます。まず次来たらルーレットだ。やばい、雨で一人ではやばいわ、もう気分じゃない、撮影がしづらすぎる。だからこういう片手で来るのしか買えないのよ。さあ、もうすぐですね、あと 200m、 意外とない。え、ここめっちゃ、おお、ここ、え、ハッピーエンディングマイソング踊ったとこじゃん。はい、これが皆さんかの有名なヤバい T シャツ屋さんのハッピーウェディングマイソングのロケ地です。いろんな YouTuber がね、ここでも踊ってみてやってましたけど、実は僕らも爆弾2人時代の時にやりました。うわ、ここ、そっか、目黒だもんね。でね、もうあの最初のファミリーマートから一切何もなくストレートで来ちゃいました。どうなんだ、オフィス街の方がヤバいのかな、場所によってか。大通りっていう大通りあんま行かなかったんで、今回マップ的にね。なんでもう全くなかったですね、コンビニに関しては。まあワンチャンまだこの通りにねコンビニはあるかもしれないんで、油断せずに歩いていきたいと思います。はい、着きました、目黒駅。 OK、 さあ駅達成です。でちょっと合流できるか、ちょっと一回電話して確認します。あざした、お疲れ様でした。めっちゃ余裕だったよ。何店舗ぐらい行ったの？コンビニがね、そもそも少なくて5です。おお、はい、もう折り返しまでは行かないけど13駅クリア。あと1駅で半分ですね。渋谷でちょうど折り返しか。渋谷で折り返しです。何時？何時？今21時29分。9時も回ってる。終わり。じゃあ行きますか。じゃあ次の距離は 1.5 キロ。重いの長いな。また直線ですね。じゃあ案内お願いします。はい、腹減った。俺もめっちゃ腹減っちゃった。あ、次があのルーレットなんだよ。あれは違うだろ。あれは違う。あれは違うんすか。あれは違うだろ。さっきまでも行くのに。もう一回確認すると、自分らが通る道のところにある建物に入ってる場合、見えたら行ってるんだ、見えなかったら素通りしてんだけど。ここか。ルーレットよ、もう。え、次ルーレットです。また酒チャンスってこと？そう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 。じゃあ何を食べるのか、ホットスナックら辺でいい。あ、いいな。時間でね、調節食えなくなっちゃうから、新しく今のうちに食いたいと思います。これは
はい、お疲れ。何何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 何いやこれ美味しいと思わないよね。なんで買った？うん、まあ、悪くない。飲みながら歩きますか。雨の中、働くないですか。これ弁当食いときゃな。それな、弁当食いて、めちゃくちゃ重いの食いて、今。まあ、でもあと半分か。そうだよ、言うてだな。すぐ終わる、すぐ終わる。雨はなんだかんだ2時ぐらいで最悪やめます。どうしたら無双タイム。無双タイム。快適だ。最高っすね。快適っすね。ねえ。しょちゃん、どうしたん？何で負けたんだよ。あ、でもあるよ。やばいよ。はい、ニューデイズです。でもニューデイズと同時に、ここは恵比寿駅。ここ恵比寿駅です。到着。じゃあ、ハヤト君買ってきて。買ってきたわ。じゃじゃん。大丈夫だよ。ソーセージマヨロール。いただきます。はい、配膳。いただきます。俺ソロプレイヤーいただきます。いただきます。俺いただきます。おめでとう、エビス。クリア。次は渋谷です。ついに渋谷。22時15分で渋谷を目指すとは思っていなかった。でもあれだね、栄えてるとこほどあんまコンビニないって言った。意外とね。あ、1.3キロでした。ずっとまっすぐで、18分です。いやいや、だって渋谷から原宿とかめっちゃやばい。マイル。マイル。はい、来ました。ヌッとファミマおでこ。参ります。はい、37店舗目買ってきたのが1日目のみたみ。おい、いただきます。綺麗な。その10秒しなくてきて、1日分のビタミンそんだけ取ったら、その速さで飲んだら365日のビタミン取っちゃうじゃん。やべえ。何が起きてきます。じゃあ次行きましょう。はい、歩き始めて5秒、あと5秒でファミマに着くよ。え、待って、もう行ってるわ。行ってらっしゃい。じゃあ行ってきます。私が買ってきたのはこちらです。クライナー。何してんの。お酒、お酒いらんやん。テンション上げていかねえといけねえから、こっから かっこよく飲んだよ。かっこよく飲んです。どうですか、ハヤテさん。帰れ。最高っす。ファミマってファミマ。あ、ファミリーマートです。あー、ファミリーマートだ。なんかおしゃれなファミマだな。誰？いらっしゃい。何買ったの？チキンマヨネーズ。あら、まあ、一口。一口、すごい。一口すごい。何してんの、一口。やってたわ。なんでいけるの。口の中の面積どうなってる。東京ドーム3個分。東京ドーム3個分ある。お前、疲労きすぎじゃね。ちょっと待って。なに？ここあれじゃない？イベントの打ち上げの場所じゃない？あ、え？え？あ、本当だ。ああ、ここだ。この間のイベントでここに食べに来ました。上です。いただきました。左が渋谷駅です。え？これ？はい、一応渋谷駅え、じゃあ、え、じゃあ待って、これはこの横断歩道を左に、ここ、これ、これどう、この分岐点どうなん、この横断歩道こう行って、こう行って、こう行くことによって、まあ、でも、キリがいいんで、ちょっと、あるものやりたい。おしてだろ。ガッツリ、次。さあ、めげないみんな、かっこよかったよ。あ、お前出てた、引くの初めて。せや、40店舗目や。じゃあ、食べ物、とりあえず食べ物ルーレットお願いします。行きまーす。食べ物、もちろん、ホットスナックもなくね。ホットスナック食べたいんだよな。夜中だとまずい。おー、カップ麺ね。お、初めて。新しい。いいんじゃない。はい、ということでカップ麺、カップ焼きそばですね。ペヤングを作りました。はい、いただきます。はい、うまい。だから嬉しそうなのも変だって。一口ちょうどいいや。渋谷はこの後到着になるのかい？そこ、一応 JR って書いてあるから渋谷駅っちゃいけんすよ、うん、なんで
ここで別れるルーレット最後のやりましょう。おお、まあ分かんない、4月でもしやってたらまたあるかもしれないけど、とりあえず本日の分はラスト、まあ、前回1とかあって3とかあったんですけど、今回はもうペアで1人休憩からの、はい、3人休憩からの一応全員のね組み合わせ、組み合わせでやっております。先に駅何駅か決めて。ああいいね。逆にね、逆に今回全部俺回していい？どうぞ。前回だったんで1、2、3で決めていきます。はい、もっと、いやでも俺ここ当たんない気がするから、タクト俺な気がするんだよね、歩くのが。いきます、こうなってます。さあ運命の時、ゴー、頼め、来い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 、お前のためだ、俺だ俺だ俺だ、いやー、俺と早手が休憩だ、やったぜ、頑張ろう。やった。ちなみに、今渋谷なんで原宿、代々木、新宿までよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。推定ないけど、推定まあ5キロ、6キロあんじゃないですか。長い、まあ、怖いのが俺とエビだとちょっと食べ過ぎちゃったりするかもね。なんか買うものがさバグっちゃう時ある。じゃあとりあえずチレ頑張ってください。頑張ってください。荷物が整理して、どっちに歩けばいいの。ということで2人気になってしまいました。はい、あれか、タクだけか、あのさっきまでフルで歩いてた。ハエテが最強なんだ。ハエテやばい。あ、まあそうだね。ハエテ6駅分6駅で、ちょっとエビくんマップやってくれるっていうじゃん。はい、だからさ、ちょっともう分担分けというか、もうお互いマップをするために、うん、ちょっと傘持つよ、荷物。ああ、いいんすか。もうマップに集中してくれれば、逆に俺マップに集中しないから、そういつ俺が脳になるか。そう、まああのマップ上ではとりあえず原宿まで 2.1 キロ30分ですね。2.1 キロ30分結構あるね、うん、原宿から代々木とかめっちゃ短いから多分。あ、そっか。そう、渋谷から原宿が30分が驚きだけどね。ね、なんかもっと近い道だったわ、うんうん。こだいもないんじゃない。ね、しばらくなさそうです。さ、最初のチャレンジャー来ました。おー、ファミマや。ここからもうずっとまっすぐなんだもんね。ずっとまっすぐで行きゃ原宿。まあ原宿着いたら早いでしょう。はい、ということで41店舗目、ファミマで買ってきたのがクリームたい焼きでしょ。おっ、さっき迷ったわ俺。オーブン取ってかないと。おそば回さないと、まあ、使うのは足なんだけど。いただきます。もちもち、イエーイ。あー、いや、エガサしちゃってます。あの一直線上だからさ、コンビニも見えたらすぐ分かるし。そうだね、なんか何かと楽。しかもなんかこっちの通りなさそうじゃない、もうしばらく、うん、なさそうだね。だから多分このまま行けば間違いないでしょう。行くべい、まる。はい、ということで私たちは佐久間でやってる椿カフェだっけ、椿屋で超高級のお話で、これグレープフルーツジュースね、すごいフレッシュ感です。追い返しちょっとびっくりした。そうだ、たくさん覚えてた、いい値段するんだよ、ちょっとお上品な。そう、いいの、いいからね。私アイスコーヒーです。いい、おいしかったから。じゃちょっと僕らここで休憩したいと思います。はい、あれファミマっぽくない？あれはモスバーガーだと思ってる。モスバーガーです。あ、鬱陶しいやで、あれモスバーガーの手前にファミマがこっそり。パッと見モスバーガーだと思いきや右にファミマがあります、はい、じゃあ次僕か。はい、買ってきます。頼もう。はい、ということで、はい、気合い入れないと。ということで気合い入れる。ファイト一発でも飲んで。おわー、飲む飲む飲む。もう原宿すぐそこだから、うん、マイル。えい、ということで、いや原宿駅に着きました。早かった、早かったね、バカ早かった。ここが一番長い区間だったもんね、この3駅。うーん、次が新宿か、代々木かな。 JR の代々木、上原じゃないよ。 1.7 キロ、ほぼ変わんない。あ、本当そんなあるんだ。ほぼ原宿と変わんない。ということで次は代々木に向かっていきます。はい、あと2駅で金田と再合流です。ライブ同時ってるね。うん、あのあと原宿からもう線路沿いに代々木方向向かってて、もう完全にね路地裏です ね。あと気配もない。もうすぐね0時を回るんで。23時58分もう24時って気がしないね。もう10時間経つんだ歩いて。ゆっくりな、ゆっくりな。うわ懐かしい。何これ、
俺ね、ここにね、高3の時かな、悪恋でまだあの夏を迎える前、はいはいはい、とかだったかな。ジュノンボーイの二次審査でここ来てる。夏夏ジュノンボーイに応募して、応募してたね。一次選考を通って二次選考の面接で一回俺ここに一人で来たことがあった。懐かしい久々聞いたの。ね、あの時はその写真の撮り方とかさ、ちょっと格好つけるってことが恥ずかしくてさ。あ、でもあれなんだっけ、勝手に応募されたんだっけ。いや、応募してみろよって言われて、白パーカーに紅色のパンツ履いて裸足で部屋で撮った写真送ったら、はいはい、なんか通って通った。え、絶対ないじゃん。絶対にない。こんなとこにコンビニポツンなんてあるわけない。もう会ってくれてもいいよレベルね。で、このまま道場過ぎると、ほんとあっという間に泳ぎついちゃいます。終わりました時間。あ、ただいま0時0時。まあでもあと13分 900m 頑張っていきましょう。え、そんなもん。そもそももう1キロ歩いたはい、ということで残り 50m ぐらいですか、ね、早いね。ということでもう着きますね。雨が強い、きっついこの坂。ここですね。こう右目に見れば見えるのは、お、マジで、はい、え、マジマジ。ニューデイズあるやん。あ、やってないニューデイズもう時間、あ、やってない。うわ、代々木駅着きました。ブラボー、はい、ということで、はい、代々木駅着きました。代々木駅総合案内。新宿近くない？900。そう、まっすぐやん。ちょっと雨があんまりにも強すぎて、直力外で回したくないので、ね、コンビニがあったら回す感じにします。はい、大丈夫か、いける？イエス。あ、どう？はい、歩き出してすぐですね。はい、ローソン発見。はい、一瞬やってないのかと思ったけど、うん、じゃあエビなんで、はい、買ってきます。はい、43店舗目濃厚生ショコラーシュさっきと似とる。うん、うまい。疲れてるときは甘いもの食べると疲労回復します。間違いない。あの雨強すぎなんてね、結構結構ちゃんと降ってます。はい、終了。はい、まあまたあれです、あのあったら回します。回します。ちょっと雨強いんで。いらっしゃい。エビエビ、傘の下ばっか見ててもダメだよ。前を見てみろ。ほんとあとの 200m ぐらいで駅なんで、ね、多分そこの交差点渡ってすぐだよね。じゃあ待ってて、俺買ってくる。頼もう。はい、はい、到着寸前ですね。うん、うまい棒これでもね、ルール的にいいし、外へだから。うん、まあ本来カルパスとかあのアンパンマングミとかいろんなのを使う予定だったけど、全然使ってなかった。全然使ってなかったんで、いただきます。はい、いや、うまいよな、これ1本ぐらいがちょうどいい。じゃあもうタクたちも待ってると思うんで行きましょう。はい、着いた、新宿ステーション。エビお疲れ。お疲れ様でした。早かったね。早いっしょ。めっちゃ早かった。4全部で大丈夫か、大丈夫か、ドン引かしてますか。でもね、エビ前半はすごい元気で調子良かったんだけど、後半やっぱ限界が。これにてもう半分は折り返しにしてます。お前らが頑張ってくれたので、ね、20分で行けます。ノンストップだったということで、次がですね、新大久保駅まで行くんですけども、はい、 1.6 キロ、カス、余裕。あれ、なんか出たって、今本音が本音がカスで出てたけど。あ、ごめんなさいもう 1.6 キロとか、もうエビ、余裕だよな。やばい、負傷者1名疲労はないんですけど、足が痛すぎる。ゆっくり歩く。みんなのペースで行こう。で、所長何？あ、 1.6 キロ、はい、普通に歩いて23分やば。ほう、雨とりあえずやんでくれ。これは長いぞ。ストレスがやばい。何を見てるの？ああ、びっくりした。もうやばい、もう標識見たらコンビニに見える病気になってるかもしれないわ。残り12駅はもうみんなで頑張ろう。ガチでこの雨だけやんでほしい。マジさ、この時間を一番楽しみにしてた企画やん。いや、そうなんよ。なんでこんなにデバフ食らってんの？これさ、こっちの16秒くらいローソン、まさかのローソンからのセブンイレブンローソンからのセブンイレブンです。ここにでも同時に行く。そうだね、目の前にセブンもあるんで、ローソンとセブン行っちゃう。ルルッツ、ルッツタイム行きます。行こう。酒だけやめて。
まあまあこうなる予定でした。普通以前のお弁当買ってきます。あれなんか、え、お前なんで弁当買ってきたの？僕が買ってきたのは一風堂とこつラーメン。豚ラーメンなかった。え、こっちね、弁当出ちゃったやろ。これ弁当なんですよ。僕が買ってきたのは、マボ丼丼。もうかー。ですね。俺、焼肉用だと思ったのに。まあでもいいじゃん。だって、あんまガッツリ食ってなかった。まあそうっす。みんな腹弁当だぞ。いただきまーす。いただきまーす。ラーメンですかね。うまい。うまい。マボ丼。いただきまーす。ほっ。うん、この大雨に濡れた後のラーメンは締めるわ。あ、傘やれました。今この傘さ、口が緩すぎてさ、絶対してるこれやっぱみんな腹減ってんだよ。動きます。行こう。だから立ってんのがきついか歩いてたの、歩いてたのがきつい。腹減ったスイッチ入っちゃったね。やばい。はい、じゃあ誠か。47店舗目を吐き、うん、早ない？セブンイレブン行ってきます。弁当なんて買ってこなくていいよ。ちぎりパンだ。うわ、うまいやつ。お前パンしか食わねえ。甘えの食いたくてしょうがねえんだよな。食いたい人一ちぎり。一ちぎりですよ。三ちぎり、よく高校生の時食べてたわ。ほら、上手上手。はい、三ちぎりね。あー、ちぎれなかった。よいしょ。一ちぎりね。はい、よいしょ。はい、どうぞ。よいしょ。うまっ。いぎってこれ買って高校チャリこいでましたね、俺。くわえてたん。いぎってこい。よっしゃ、行くか。行くか。未来の向こうへ君と輝くから。おい、おい、走り出せ。おい、おい、走り出せ。明日は向かい。深夜だからさ、誰もいないから盛り上がっちゃって負傷しました。余計なことしてからだよ。あれ突き攻めれば熱やばいね。ないぜなんかむずくなってきたね、買うもの。なんかちっちゃいの買っていきたいのにさ、うん、ちっちゃいの買うとあれかなって思うし、わかる。大きいの買うとあれだし、一、うん、人でしか食えないもの買ってもあれかな。そうなんだよな。そう、だからちょうどいいの。めっちゃ安くて、これおむすび3つ入りで250円。安っ。そのまま増量キャンペーン。いただきまーす。乾杯。やっぱ新宿がエロスすぎるね。愛の巣だね、新宿ってやつ、うん、どこ行ってもカップしかないんだけど、なんで足という足ちょっとさすがにアクデには刺激が強い。さすがに足だから足、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 足とゴーレムになる。足とゴーレム。よし、新大久保はどれぐらいだと。結構歩いた感じしたけどね。ね、結構歩いた。650m。 意外とまあまあまあ 1.3 とちょっとか。 1.3 とかか。なんかまた雨弱まった。音がなんかあっさりした気がする。なんだ、え、あ、来た。雨は降ってない。熱っ。あー、ちょっと今歩いてたらさ、俺の母校が。俺の母校です、こちら。日本電子専門学校。え、そんなとこ出てました。あ、僕2ヶ月で退学しました。誇れることちゃうね。涙つけよ。めっちゃいい学校だった。嘘つくな。知らねえだ。わかるか。もうすぐ新大久保なんですけど、ちょっと俺すごい気になる話題があるんですよ。なぜそばにラー油を入れるのか、これなぜだと思います。これをこれに関してちょっとあと1時間くらい話したい。やばい、いらない。なぜそばにラー油入れるのか。そもそもそばにラー油入れないでしょ。それはそう、それはそう、それはそう。なぜそこからまずラー油を入れる前提の話してるのか。前提がおかしい。そう、まあ、これレモンの唐揚げの話ですよ。やがてラー油がありますね。あ、そういうこと。そうなんで、だからそばにそもそもラー油じゃなくてわさびなんで、入れるとするなら生姜、まあ、生姜とかもね。ラー油入れないでしょ、そもそも。入れないね。ラー油は入れない。ラー油気まんまで。なんで、だからあれがわさびを入れるのかっていう疑問だったら、そう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 、考えやすいけどね。そうそう、だからそばに唐揚げを入れていいってこと。え、なんで合体するんだよ。見て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 。ね、これこれこれ。セミ。あ、ちょっとセミがまずいって。しかも安い、300円とか。あ、全部売り切れだ。だって TikTok で見た。あ、売ってるわ、ここ。あれだってあんま美味しくないって。お前、まあでも、企画じゃないんで。いや、買えたら買ってて。あ、売ってるよ。買えるじゃん。買おっか、買おっか。もう買おうとしてる人いるよ。チョちゃんの好きなの。いちごチョコにすればよかった。なんでチョコバナナしたの、チョちゃん。結構でかない。お、結構大きいじゃん。が好きなのか。ぶっといじゃん。いただきまーす。こっちも。うん、まあ、ガチデビューします。あの、うん、はい、こっちも。
あー別に何が悪いってわけでもない。あ、うまっ。350円。自販機クオリティって前提に置くならめっちゃうまい。うん、生地好きだわ。え、いちご食いだわ。はい、いちごも食べたい。あ、いいいいいい、もういい。あ、もういい、もういい、もういい。はい、皆さん、ついに新大久保着きました。はい、まあまあシャッター閉まってます。2時なんでね。じゃちょっと次の目的地、翔ちゃんマッピングお願いします。次行くのがですね、はい、高田のババンババババンババン、ほぼ一直線ですね。 1.3km18分。 1.3km? 近けていったら熱くね。何も熱くない。何も熱くない終わりかな。ない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 これは頑張ってその疲れを忘れてんの。おおよそなんですけど、はい、上野まではあと12キロです。え、すぐじゃん。いや、投げ投げ10切ってないんだ。12だよ。切ってると思ってた。さあ気づけば、超絶度級の神ロード。はい、なんもない。なんもないよ。なんもない、ただの直線。まあ、エビ君からちょっとご報告がありました。あの次の駅で一回死にます。高田のババ何もねえ。そうなの。さすがにどっか休憩した。あの足がもうあのもげる。エビ君木の死ね。無理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 です。無理です。無理です。もう無理、もう無理無理無理。お前大した引きこもりはもう40キロ歩けて調べてよ。お前見て、さっきからずっと見てるでしょ。これもうこれなんかこれ見てるでしょ。これがないと出ない。あと 500m。 500m?、はい、すぐじゃん。頑張ろうぜ、もう燃えろうぜ、みんなで売れようぜ。12番手みんなありがとう、本当にありがとう。行ったかな。いったかな。これで行ってなかったら行っちゃい最高に恥ずかしい。7番には輝かしい。あれ7と愛のだけど、あれなーに、すぐ入れなかったよ。じゃあなんか買ってきて。行ってこーい。買ってきます。49店舗目セブンイレブンにて230円のモンスターのアブソリュート。で、どうすんの。宝の馬場で探すんですか。もう宝の馬場駅は一応ここなんですけど、 JR の改札は多分もうちょい先なんだよね。ここで1時間きついな。いや、次の軌道を聞こうじゃん。どんぐらい距離あるの。1キロ切ってたら暑いね。裏上げ立てんね。絶対切ってねえじゃん。1.4キロ。おー、でも強配。そっちだ、まだ強配。今歩いた距離ぐらい。あの 1.8 とかなら、ああ無理って言えるよ。お前やっぱかっけえよ。できるって言っちゃったよ、ボスのやつ。ということで、こちらちょっと JR じゃないんですけど、高田馬場駅着いた。と着きました。はい、行くよ。目白。で、目白。目白、それで10点、残り10駅になる。そうです。ここ右です。あ、屋根があるよ、屋根が。熱っ。あ、次ルーレットだ。なに、なに食いたいの。さーっけ、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 やばっ。だるい。ということで、とても気になるのが売ったんで。何買ってきたんだい。じゃーん、カルピスサワー濃い贅沢。あら、おもろ。微妙。飲みながら行きますか。はい、飲みながら行きましょう。急に現れた。け、ここ当たるんすよ。はい、買ってきたよ、こちら。かっこいいホイップコッペ。あいやー、あ、それうみーよな。うん。はい、ハイさんも完食。エビ君はオールバック。あるんかい。あるんかい。この流れである、この住宅街で。今までなかったのに。ラッキーゾーンだと思った。ファミリーマート久しぶりだな、お前。俺限界がいつ来るか分かんないから急に発狂しながら膝から落ちるかも。やめて。あーそっちは危ないって。はい、52店舗目のエビ君です。はい、おー、エビだ。噛み応え、はみ応え、はみ応え。コラーゲンがすげえんだよ。あ、なに、健康なの。そう、肌ツルツル。あ、マジでグミで。うん、マジで食感と味うめんだよ。ハイゴレンが映ってる。行こうぜ。ちなみに、ここをまっすぐ行くんですよね。そうです。坂です。坂だぜ、クソ野郎。はい、タイトル君着いたね。目白駅、目白なのに文字が黒。こんなさっぱりしてんだね。目白ステーション。みんな集合。何何、集合集合集合。はい、カトボクして。カトボク。皆さん、ただいまこちら目白駅着きました。はい、そして続いての目的地は池袋です。おお、まだそんなでかい街が残ってるのか。で、で残り9駅となりました。あら、もうあっという間だ。ちょっとカメラ、ここ大事だから、チームとして。
はい、俺ならやれるよな。うん、俺やれるよな。うん、俺らはここまで順序も来た。はい、あと9駅、うん、もう半分以上終わってる。はい、メンタルはズタボロ、体もズタボロ。はい、だから俺らここで止まってる暇はねえ。はい、これより先に俺ら向かう。はい、ラスト、はい、9駅頑張るぞ。火のこす池袋まで残り 900m。 はい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 、ここから多分ね、1キロあるかないかぐらいのスパンで、ね、軌道骨折から複雑に何本でそう4 206本ある、問題ない。あ、そうだ、足で4はアウトや。ポイントゾーン、あれポイントゾーン、はい、限界向かいすぎだ。ポイントゾーン、ポイントゾーン、ポイントゾーン。さーて、セブンイレブンの時間よ。次はターン。ちょっと待って、ライズアップ、ライズアップ。カーチョだった。演技やめろ、ちょ、ほんとに演技やめろ、エビ。白餅たい焼き、カスタード&ホイップクリームです。こいつ、ゾンビじゃん。必要な栄養を今、無理やり摂取してる。で、ポイフルが、おー、やばい、ブツにしか見えないよ、お前。はい、オッケー。じゃあ行きましょうか。エビ、エビ、もう少しだ、早くおいで。先行ってるよ。ああ、まあ池袋駅、また違う、JR じゃない、 JR ではないが、まあ上上がったとこ、そう、こっちの上がね、まあ別に上上がったってどうせ下がるだけでしょ。そう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 、次ちょっと遠いね。うふう、30分で2.1キロです。 2.1? はい、 2.1? やっぱ大塚です。 21、 ここまっすぐですね。ホラー映画じゃん、もう貞子じゃん、お前。ちなみにもう3時56分なんで、多分そろそろあのね、明るくなってきます。その前にローソンがありました。ローソンだ、行け。あれ封鎖されてる？さすがにダメなんじゃない？あ、ダメだ。あ、お掃除中だ。お掃除中なんで、これはしょうがない。すいません。はいはいはい、ミナノモの4時です。ちょうど4時です。で、ファミマ上がりました。54店舗目。なるほど、レッドブルの、レッドブルノンシュガーで、ノンシュガーですね。ゼロキロカロリーです。素晴らしい。おー、羽ばたいてる、翼生えてますやん。行くか。いや、行くか。まっすぐです。もうすぐ着くかい？全然あと 1.8 キロ。あ、そっか。おいちぇ、おはようございます。ファミマ、はい、ファミマで、あいつルーレット、あ、そうだ、ハヤテルーレットだ。55か、ハヤテ、お酒やれ。酒、お酒、じゃあさらっと終わらせてやるぜ。いきます。はい、バチケヨーン。まあ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 、にに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 。じゃあまあ、エビ君が飲んでくれるっていう契約を使えるので、ありがとうございます。いってらっしゃい。はい、ということで、何買ってきたんだい？程よいのも、はい、そして酒でチーズ。あれ、なんかつまみ買ってんじゃん、お前。なんかおつまみ食べたくなっちゃったんだ。乾杯しようとしてない？いただきます。あ、今あったんだ。そうやって食うのやめて、酒でチーズ。もったいがない。決めろ、決めちゃい、決めちゃい。うるしい、決めちゃい。気持ちいい、気持ちいい。最後っす。おエビ、見て、明るい、朝だ。この時間に起きたら、ちょっと得した気分になるしな。わかる。そうね。パッポパッポ、あれ、おはようございます。ありがとう、やっとやりちゃん。はい、俺のターンでなぜかエビが頑張ってる。エビの、ちなみに、あと 800m です。あ、早い。ここが一番の鬼門だった。でも 800m で速いっておもろいね。何かさ、ここからの距離で上の前どれぐらいあるか見てくる。そして結構もうないと思う、10キロ絶対。ここからの上の直線だとして、直線だとちょっと短めに出るんだよね。 4.8 キロ。おお、ってことはプラス2ぐらい、7ぐらいだ。おいおい、終わりじゃん。もうだって見て、エビもううるさくなくなったもん。あんなにびっくりして、イエーって言ったのに。内心悲鳴上げてるかも。コンビニ一本にない。急に住宅街に行ったから。こういう時ね、曲がったな。こういう時ね。いや、ないだろ。はい、だからファミマです。え、待って。奥に JR。大塚駅だ。大塚だ。いや、来なかったね。長かったけど、なんか明るくなったっていうのがいい。じゃあ、エビ君買ってきてください。はい、もう始発が始まってしまいそうな大塚駅に着きました。たく、あとは任せた、俺らは先に電車で行って。で、続いてなんですけど、巣鴨です。おお。あー、 1.2 キロ。そして、残り1、2、3、4、5、6、上野まで7駅ですね。うん、結構あるね。すげえな、なんか
痛みが薄っとんじゃない？あれってさ、空間超えてんじゃん、もうそれ危ない笑いがあって。いやいやいや、じゃあ巣鴨向かいますか。イエーイ、モゴズキッチンです。はい、オリーブオイルです。ファミマにつけます。山手線動いてんぞ。ゴジです。はい、5時57店舗目、ファミリーマートにて UFO ぶっこい濃厚そばめし。ぶっこい濃厚、いただきます。おめえの小指食っちまった。まずい。あどうしたどうした。右足が本当にあった、なったことない感覚。お、これはツルでも痛いでもない。なんでこれ、じゃあ多分進化です。レボリューション。ビーボがねえな。ビーボ、巣鴨まで行って、30分間ぐらい休憩するか。いや、着いたでいいよ。着いたら考えよう。着いたら、じゃあ行きましょう。カメラマン遅れてます。落ち着いてみんな。カメラマン遅れて登場、セブンイレブン。ネギ盛り塩焼きそば。あいやー、行きます。足痛え。うめえじゃねえんだ。足痛え。いや、違う違う、食べ物の感想じゃないんだ。うん、まっ、バカうまっ。屋台にいるか思った。みんなで分けて食べるぐらいがちょうどいいかも。はい、よっしゃ、はい、OK。 なんだこれ、モンスターすぎるな。上がりきります、これ。心臓上がりしたじゃん。心臓上がりってなって。おい、頭おかしい。何やこれ。相場へ。痛痛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 痛。きつ、なんよね。なんか上がれば上がるほどシャドウエグいんですけど。うわ、出たね、スロー商店街。スロー直前で登場するはこちら、セブンあるんかい。セブン東電アンス。チャーハンおむすび買ってきました。これが59店舗目。いただきます。いい、これ。一回スガモで休憩しよう。そうだね、休憩したらもう全くなかったことになるから大丈夫。そうそうそう。じゃあもうすぐ駅目の前なんで、到着しましょう。はい、ということで着きました。巣鴨ステーション。じゃあやめます。お疲れ様です。次が駒込です。あ、駒込だ。まあ、マックかな。マックよ、この時間的にマックですね。マックかスタバ。マックやってっかな。はい、5時か10分巣鴨。雨でびしゃびしゃだから、シャワーで蒸れるわ。失礼します。6時30分。はい、そしてこっから駒込まで900メートル。お、近い。気合入れろ。はい、うるせえ。あと1時間半行きましょう。8時まで頑張ろう。終わらせよう。えい、もう入ってると思うけど頑張れ。気合入ってると思うけど、これ気合入んないと歩けないもんね。そう、これしかもう無理。これが全力。おいでおいでバーだ。マックね、ちょっと座ったら僕は結構楽になりました。俺もあの腰の痛みがだいぶ和らいだ。うわ、ファミマだ。ファミ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 。誰だ？ルーレットだ。メリー。ほい。雑の。酒だろどうする？酒じゃん。もういいって。自分が飲めの方が。でも何杯飲むの？でもさ、練習練習しよう。はい、ということで60店舗目カンデー。すごい、ね、渋いね。カルビスドーナツ。酒入れすぎだろ。酒入れすぎだね。マイル。よく行けんな、お前。まあ行くか。はい。あれ、もう、いつの間に駒込駅だ。あと5駅やったね。次が、ちょっと長いんだよ。うわ。はい、こちら、正真正銘田畑ちゃうわ。駒込です。はい、ということでセブンイレブンが見えた。割と序盤です。迎え始めて。次タクです。うい、61店舗目、セブンイレブン、いい気分ファミチキ。やばいって。ナチキです。しょうがないもん、もう脳が思考が停止してんだよ。いただきます。ん、ごちそうさまでーす。はい、さあ、
階段を下って見えてきたのは着いた田畑駅着きました。田畑駅着いたぞ。次西日暮里です。西日暮里900 1.1 900 1キロお、いいよ。ほいじゃあね、階段を上がります。ありえない、ありえない。おかしい。断続すぎる。お前、しもなみでもないんか。あ、登りの楽だやっぱ、降りるより。エビ、お前の相棒がいるぞ、ここに。なんで置き去りにされてる。かわいそうに。えい、皆さん、皆さん、エビさんが、エビさんが後方。そんなもう着くぞ、西日暮里。それが演技だ、もうプロや。プロや。ナイスナイスナイスな、ナイスウォーク、ナイスウォーク、うん、さあ、皆さん着きました、ついに JR 西日暮里です。はい、コンビニゼロだったね、コンビニ来なかった。で、次目指すのが日暮里。日暮里で、あと日暮里と鶯谷と上野、あと3駅。はい、いけるよ。速さ何百メートル？オッケー、近い。なんかありそうだよ、コンビニ。はい、あ、ウィク遊ぶようになるよ。よかった、元気取り戻してくれた。なんか事件だ、事件だ、事件だ。それは事件だ。みなさん、セブンイレブンが見えてきました。とりあえずセブンイレブン着きました。ということで買ってきました。はい、なんだそれ。ブルーベリーモコ、ブルーベリークリーム&ホイップ200円。いただきます。そのモコって割と季節的に、季節で変わるよね、中の部分。変わるね、これうまいかも。ちなみにハイさんも結構限界来てる。手前だろ。みんな疲労困憊。はい、お疲れ。ナイス。じゃあもうとっとと日暮里まで歩いちゃうの、150なんで行きましょうか、エブ君。こいつはもう右に見える感じ。あ、見えた。日暮里です。うわ、この足がもう終わった。あと2駅完全に終わった。ごめん、居座ったらあえてもう立てないよ。立つんだ、はやて。日暮里着きました。疲れよ、あと2駅行こうか。そして次のウグイス谷まで残り 1.1 キロや。はい、近い。で、上野で終わり。もう2キロないよ。 1.1 で？で、上野で終わり。上野で、わかんない。それはラストのお楽しみ。行こう。さあ、行こう。はい、ファミマが発見されました。俺か。そうっすね。さ、8時を回っております。8時です。8時だ。8時です。はい、買ってまいりました。こちら、注意力を維持する、情報処理能力を維持する9点ヨーグルトです。何その優しそうな飲むヨーグルト。最後の根性。最後。はい、オッケー。あ、うまっ。いきましょうか。はい、よいしょ。皆さん、ファミリーマートが見えてきました。そう、次はエビだ。次で俺か、ルーレットか。はい、ということで買ってまいりました、冷やして食べるしっとり食感のバウム。バウム、すごい、一気に元気なくなった。ゴール前って元気になるものなのに、一気にみんな覇気がなくなった。いただきます。記憶だけで立ってるから。そう、白ひげなの。いや、最後ゴールした時もう身を出してそのまま動かない。ここまで来ると大食いがきついよな。それがめんどくさすぎる。はい、オッケー。よっしゃ。で、残り何百メートルでしたっけ。700です。オッケー、向かおうぜ。ラストまだ来てる。ラストのラスト。ラスト600メートル。オッケー、ナイス。はい、ウグイス谷まであと100メートル切りました。で、もうすっごいホテル街抜けてきました。ガチの休憩求めてます。ガチ、こっちはガチの休憩求めてんだよ。はい、さあ、これあの、ちょっと待って、休憩、それガチの休憩ではないっすよ。女の子と入る休憩なんす、申し訳ないっす。どうそうなんだけど。おめ、すっかり見落としてたわ。忘れそうぜ、そういえばそういう客だったな。はい、ローソンです。福井さんです。みんなで、ローソンがあるんで、俺次ルーレットだよ。そうだ。さあ、行きます。多分、ラストのルーレットになるでしょう。65回目ゴー。酒、100酒、絶対に酒。おお、もうあるよな。スナックあるね。買ってきます。はい、65店舗目ローソンにて L 式レッツ、いただきます。うん、揚げたて。うん、勝利敗者、あなたも敗者。ここきつくなっすね。
演技すんなって。エンタメの顔してる。演技してんのじゃん。でガチな顔見たら嘘つく。下手か。でも俺って多分ガチでキスするとこうなる。もう顔がむ…じゃあ歩いてるときそうだわ。そうだよね。残り何メートルしか聞いてこないの。何メートルボットン。何メートルボットンだろう。ジョーちゃんももう限界迎えてるね。ここまで来るとそれしか希望ねえもん。じゃあ発表するわ。東と上の距離、ハヤさん答えて。 1.2 や。無理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 。でもエビ、あと 1.2 で終わり。じゃあ終わったから行こうか。あ、行こうか。東と上のまでウォーク。実は歩けんだ。ほら、また急になんか元気なの。実は歩けんだよな、人間って。ほら、もうスキップしちゃったでしょ。ラストだよ、本当にラストだよ。これ本当のラスト。みんなここまでよう頑張った。あと9件。エビ、お前が帰って来てくれた時に俺天下取れると思ったんだよな。お前と二人でバカやってた小中学校の時、俺おめえしかいねえと思ったわ。このグループに欠かせない存在、それがお前。エビ原和樹だ。背景が。そんなエビが明けに戻ってきてくれて、俺は本当に心の底から嬉しいと思ってる。ドラマだったらあそこでエビが聞く。笑って、ああ、俺もさあ、あと1キロ切ってるよ、もうみんな。さすら吹雪よ、たらいなじゃれてく。あと800ぐらい。あれで焦らせてんでしょ。嘘。早くしろって。なんでブラックだ。うわ、もうほら駅じゃんこれ。坂じゃないって坂じゃないよ。坂じゃないって。700m な。40キロがあと600とかでしょ。明日、今日よりも好きになれる溢れる想い。なんでお前そんな元気なんだ。300。エビ、300。300で終わり。実質 iPhone の300は300ではない。もうコンビニもおそらくないだろう、この感じ。エビいける。終わるぞ終わるぞ。ここまでよく頑張った。マジで生き地獄やん。それを超えたお前は強えぞ。演技を。お前こいつだけなくさ、ずっと冷めてんだよ。うわぁ、うそ、うそでしょ。いいか、ラスト。この歩道橋を越えたらもう天国だ。一歩一歩噛みしめろ、一歩一歩だ。応援隊が応援してるよ、あっちで。え、どういうこと。なんかさ、それお前のペースが崩れば、こっちのペースが。あれって思いやり。こっち回すのぶち壊れるんだよ。あれって思いやり。一連拓殖。お前は一生歩け。はい、さ、疲れ。いや、よく歩き切ったよ、ゆか。最初自分が言ったことを覚えてる？覚えてないです。無理、俺無理、俺無理だわ、俺無理だわ。無理超えてます。実際こう成し遂げちゃうよね。いや、無理を超えた。やっぱ、まあ、できるんだよ。お前はできる男なの。 YDK。 そう。ハヤさんも今関東らしいだろ。あるじゃん、それ24時間テレビでも頑張れ頑張れみたいな最後のシーン。寒いよなぁ。あと3メートル。1、2、はい、1、はい、1、はい、1、2、はい。ほらエビ、とりあえず上の駅はついた。あー、やっと上の駅。そしてコンビニは一個もありませんでした。ね、奇跡と言っても過言ではありません。はい、一応 JR 上野駅に着きました。はい、ということで、はい、上野駅到着でーす。お疲れ様でした。うわ、おー、同じ。俺9時9分。始めたのがまあ13時だとして、20時間。山手線一周することができました。お疲れ様です。一応検証結果的に、まあ、まずは何店舗コンビニに行ったのかなと。そうやな、うん、と知りたいですね。今回行った店舗数は65店舗。おお、予想よりはちょっと少なく感じた。
そうだ、最初だと100円とか80円とか言ってたもんね。まあ今回使った金額13,500円。おお、結構リーズナブル。意外とですね、弁当とかもね、最初も食べ結構食べてね、よくできたのかなと。で、ちょっとなんかカロリー消費の方を計算したんですよね、翔太。まあ、一応わかんない、これもかなりおおよそではあるんですけど、はい、まず君らの体重だった場合ね、はい、おおよそ2400キロカロリー。これだけ歩いてー、まあだいぶペースがゆっくりなんで、そっから基礎代謝もプラスだから。ああ、そっかそっかそっか。じゃあ3,000〜4,000ぐらいいってんのかな、もっと。で、僕だと3,300キロカロリー。おお、約1000キロカロリー違うんだ、プラス基礎代謝になるのかな。じゃあ全員で普通に1万キロカロリーを消費したってことですね。ということで、いやー、過去一でした。はい、過去一、はい、きつかった企画になりましたね、これが。君のパワー採用企画なんでね、頭抜き、はい、どうでした、君の感想にかかってんだ、これ。いや、でもいい動画撮れたなって思いますよ。はい、チームとして12万人の節目として、これをいい一方であったのか。じゃあ13万人行くときまたこのレベル。バカ。いや、もう分かんないよ。まあ同じやつやってももうあれだからね、一周系とかね。これマジでお願いなんですけど、最後まで見た方はぜひチャンネル登録と高評価とコメントの方を残してくれて嬉しいです。はい、はい、我々そのために最後まで歩き切りました。で、このね、動画が何再生いくか分かんないですけど、僕ら的には10万再生いってほしい、うん、企画なので、ぜひ皆さん、たくさんの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日はもう一旦帰って寝てもらって、生配信がありますので、それまで頑張りましょう。休めてください。では皆さん、これまで SNS もやっていますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。